いよいよ本格的に冬が到来。今回は西和賀の冬の味覚をご紹介します。まずはこちら、しすずきっていうのは旧ユダの昔からの食べ物なんですよ。すし漬けはホッケなどの魚とカブなどの野菜を麹で漬けた伝統料理です。昔は買い物ってもう店もなかったんだ。ここはほら汽車に使いどこだった、横手まで汽車に乗ってわざわざその魚を買い求めに行ったわけよ。車もない時代だからな、ホッキだなくてハタハタと煮せが主だったな。昔は11月から3月ぐらいまでかな、せいぜい、暖かくなるとダメ、もう発酵しちゃうからね。しす漬け美味しいのでぜひ一度食べてみてもらいたいですね。続いてはあったかいこちら、西和賀の伝統料理です。これは納豆汁、昔からの冬だけ、今あるから冬は。納豆汁は納豆をすりつぶして作るもので、とても手間がかかる料理なのですが、この納豆汁の素を使えば気軽に味わえるんです。こう温まってプンとこう匂いがするから、すごく粘りがあっておいしいなと思うんです。いい塩分もすごくあると思うよ、いろいろ入ってるから。だから簡単めんだなっていう時、リアン納豆汁作って食べようかなって作って食べたり、そしてどんどん煮れば治るのそんな西和賀の味が一度に楽しめるイベントがあるそうですよ。来年1月22日水曜日午後6時半から盛岡市のホテル東日本盛岡にて西和賀北上味めぐりフェスタを開催します。伝統のお漬物やしみ大根などの西和賀の冬の味覚満載のイベントです。皆様のお越しをお待ちしております。寒い季節、冬の味覚で心も体も温まりたいですね。